こんにちは、ファッキーオンサムヘルマット丸山でございます。本日ですね、激怒ですね、見てまいりましたのでレビューしていきたいと思います。また前半はネタバレなしで、で後半はネタバレありで、話してみたいなと思います。やっと来たかという感じですね。今回の監督ですね、高橋由樹さんでございます。映画批評で、ライターですね、執筆などされまして、まあ映画批評の表紙もやってますという感じでしたね。正直ね、この映画ですね、僕ね、よしきさん好きすぎてあんまちゃんとねフラットに見れてないと思います。多分普通にめちゃめちゃ面白い、暴力映画です。まあアクション映画じゃなくて暴力映画ですね。暴力映画をね久々に見た気がします。まあ、僕見た中だと小林勇気監督の作品だったり、あとは、まあ、ディストラクションベイビーズとかね、数年に一本日本である、本格的な暴力を描く映画ですね。それと同時にですね、かなりエンタメ性が強いですね今回ね。めちゃめちゃ面白いブラックユーモアがねかなり効いている、映画ですね。で、よしきさんねめちゃめちゃ好きなんですよ僕まあ本も持ってるし、映画表読んでた時はね、もちろん巻末のね読者投稿コーナーのね、一時期マッドマックス公開後ぐらいはもうずっとマッドマックスのキャラの名前を連呼してる人がいてねそれが面白かったというのを記憶してますね。タマフルもねやっぱ聞きますよね、皆さんも聞いてると思いますけど、タマフルで YOSHIKI さんが出た回はもう基本神回みたいな感じですけど、バラ色ダンディとかね、本当に何でしょう、民放でやってるとは思えない、思えないような映画を紹介してる、番組でね、かなり面白かったのを覚えております。映画批評祭りね、映画批評祭りにも、何回か行ったりとかね、確かあの時ゲットアウトとグリーンインフェルノかな、あとその次の年がナイスガイズとグリーンルームかなだった気がするんですけど、まあちょっと一個ずつずれてるかもしれないけど、そんな気がしてます確か。テキサスチェーンソーですね、テキサスチェーンソーの、リマスター版が公開したタイミングに、新宿のピカデリーで、ヨシキさんと中原雅也さんの、特集次のね上映会があったんですけど、それも行ったりとか、してましたはい。多分僕よりもっとねいっぱい、お会いしてるとか、イベント行ったりしてる人はいると思うんですけど、っていうところでね、これはもう初監督作品もう見に行くしかねえじゃんっていうところで、かなり楽しみにしておりましたというところでございますね。で、音楽です。今回音楽は中原雅也さんですね。中原雅也さんと渡辺拓馬さんですね。この二人でやってますと。あ、で、渡辺拓馬さんは吉田大八の美しい星ですね、三島由紀夫原作の、映画です。こちらの音楽をやっております。中原雅也さんに関してはもう日本の、ノイズ界のもう巨匠ですね。はい、もうかなり長い歴史があります。暴力温泉芸者、今はヘアスタイリスティックスですね、非常階段とかマゾンナとか日本を代表するノイズのアーティストの一人でございますと。小説も書いてますね、はい、あらゆる場所に花束がか、はい、これもやってましたと、はい、小説も書きます、小説家でもありますと、映画評論家でもありますというところですね。多彩な方ですね。いや、もうすごいですねこの音楽、マジですごいっすよ。この音楽が占める要素ねすごい多いですねこの映画、はい、特にはもうオープニングとかねむちゃくちゃかっこいいですね。いや、ビビりました。すごいです音楽の力かなり感じますこの映画ね、はい。で、今作ね、まあ、いろんなところでYOSHIKIさんが話してきた暴力映画のね要素がねむちゃくちゃ入ってるなと思いました。サム・ペキンパーだったりジョン・カンペンター、ダリオ・アルジェントとかね、あの辺のまあ、よく YOSHIKI さんが話してる監督たちのもう暴力、バイオレンス描写とか要素がすごく多い。で、なんか答え合わせみたいな、ところがありましてね、僕は。あ、これあれなんじゃねえか、あれなんじゃねえかみたいな。あとね、暴力がね、しっかり怖いですね。まあ、アクション映画みたいな感じの爽快さはないです。ちゃんと暴力は怖いものだっていうね、演出があるように思いましてね。それは音楽だったり、前作りだったりと、かなりそっちに寄せてね、演出してるように見えましたね僕は。まあ、これハリウッドと違って日本の、まあ、最近のね、
暴力映画の形なのかなという気もしましたね。はい、そしてね、悪役です。桃山っていうね、悪役が出てきますけど、すがすがしいほどのクズですね。はい、もうクズのオンパレードです。いろんなヘイトというか、レイシストというか、差別、もう全部ギュッとしたらこの人になるみたいなね、もうすがすがしいですね。逆にもうすがすがしすぎて、もう見てて楽しいほどになってるクズですという感じですね。こちらもね、かなりおすすめの作品でございます。映画批評好きな方はもう絶対見てくださいという感じでございます。でここからはネタバレありで話していきたいと思います。まずね、もうオープニングです。かっこよすぎます。これで全部持ってかれましたね。あ、これ絶対面白いわっていうのがもうあのオープニングに全部詰まってますね。むちゃくちゃ最高なオープニングでした。もうなんだこのわけわかんないノイズ、わけわかんないのにめちゃめちゃかっこいいっていうノイズの説得力ですよ。まあ音楽のね、力がすごく強いですね、あのオープニングは。はい、めちゃめちゃ最高でしたっていうところですね。で、冒頭の昔の富士見町のシーンですね。もうみんなタバコ吸ってて、あのもう開始10分ぐらいでね、もういきなりタバコ吸いたくなりましたね。もうタバコ吸いてーって思いながらめっちゃ見てました。あの今電子タバコなんですけど、僕もう紙タバコがね、めちゃめちゃ吸いたくなりましたね。深間ですね。深間が切れまくる前半となってます。本当にあの狂犬というか、マジですぐ切れる、感じになってますね。序盤はその無秩序な暴力のせいでこの後、まあいろんなことが起きていくという感じになってますが、構成ですね、今作の構成、基本的にはね、小さいブチ切れと大きいブチ切れがあるっていう、なんでしょう、二部構成みたいな感じになってる気がします。漫画で言うとね、モブサイコみたいなね、ことなんじゃねえかなと思ってますね。まあ我慢の時間の違いかなという感じですね。はい、前半はね、かなり我慢の時間が短くて、クソみたいな奴らが出てきてぶっ倒すと、短絡的にぶっ倒すというところなんですけど、後半の方ですね、日本に深間が帰ってきた後はね、かなり長いことね、振ります。長いというか、あの綿密に前振りを突っ込みまくりますね。かなりいろいろと深間のストレスをもう観客にもしっかり染み込ましてから、最後に大ブチ切れがあるというところですね。はい、ここ意外とシンプルで、シンプルだけども、その間にいろんなブラックユーモアだったり、監視社会の恐怖みたいなものも、描きつつ、進んでいくという感じでしたね。その序盤の自分と後半の自分が、反転してるというか、序盤は結構ね、ビジランテ的なんですよね。あの町内会の人っぽいんですよね、あの暴力振るう理由がね。まあ、厳密に言うと違うと思うんですけど、まだね、のビジランテ的というか、死刑、私の刑、死刑ですね。まあ、その要素が強いかなっていうところなんですけど、後半に関しては、過去の自分がきっかけで、この町ができたっていうのがこう見えるというか、この事故が暴走した暴力というかね、正義の名のもとに行っている暴力っていうところですね。そこと感情がぶつかるというか、昔の自分が行った暴力と対峙するような、構成になってます。これもなんだろう、鉄板をしっかり踏んでくるところもあるなという気持ちですね。で、あとね、もう以降ね、もう安心安全っていうね、ワードがもうずっと出てきますね。もう何なんだよっていうね、安心安全何なんだよっていうね、てめえらの安心安全じゃんっていうね、ふざけんなよっていうところですよ。俺はね、めちゃめちゃ共感できます。誰が安心安全なのかっていうね、少なくとも俺はそこにいねえなっていうね、すごく思いましたね。はい、頭の家庭よしさんどもが安心安全なだけであってね、よしきさん自体の表現とか、自由に対する思いがこの安心安全に対してブチ切れてるっていうところに出てるのかなっていう気がしました。日本に帰ってきますね、深間が。はい、深間が帰ってくるとちょっとね、若干カルチャーギャップものみたいな感じになってきますね。はい、ここは面白いですね。面白いというか、普通はね、笑うものとしてね、カルチャーギャップを入れてくると思うんですけど、もうめちゃめちゃ怖いですね、今回の使い方。カルチャーギャップの使い方すごく怖い。変わり果てた日本を、見せるのに使われておりましたね。街を牛耳る町内会ですね。これね、かなり斬新というか、現実とね、かなり地続きな、
ディストピア像というかね、ああいうビジランテ系の町内会っていうところですね。かなり現実味があってね、怖いですね。普通に5年後とかね、普通にありえそうでね、いやかなり、リアリティがある設定ですね。はい、ポスターも絶妙にありそう絶妙に街中に貼ってありそうなデザインですね。一貫してね、現実味があります、かなり。で、クライマックスですね。クライマックスのアクションシーンなんですけども、かなりクラシックなね感じがしましたね。はい、なんでしょう、最近のね映画みたいにね、カットを割りすぎないと、いろんなところ、いろんなアングルのカットを細かくつなぐみたいなね感じはしないですね。多分まあ予算の問題とかもあるんでしょうけど、まあクラシカルに2つのアングルでカットバックしていくみたいな絵があったりしますね。重ためなアクションという感じですね。そしてね、ここですね、音楽もあってね、かなり痛々しい暴力という感じですね。ノイジーなアンビエントな音楽が鳴ってますと、決してかっこよくない暴力がそこにあるというところですね。でもう普通に金属バットでタコの殴りしたり、もう拳が折れて骨でぶっ刺しまくると、あ、そう、骨ぶっ刺しまくるっていうね、これすげえアイディアですね。めちゃめちゃ面白い。そしてね、藤原覚醒さんの、特殊技術ですね、アイアムアヒーローとかもやってましたけど、これですよ、もう潰れてく顔、うん、藤原覚醒さんの、素晴らしいぶっ潰れた顔がありました。はい、骨で刺すっていうアイディアも斬新なアイディアだったと思います。で、すいません、僕一個だけ気になったところがあるんですけども、深間がね、こうなぜこの日本に読み戻されたかっていうのがね、いまいちわからなかったなっていうのが一個気になってますね。アメリカでの治療を途中でやめて、なぜ日本に連れ戻されたのかっていうところ、桃山が連れ戻させたかった復讐のため、復讐心あるようには見えなかったし、かといって町の保安は町内会がやってる状態っていうところで、深間が必要ないんですよね、町には。一個あるとすると、アウトローがいた廃墟ですね、廃墟を検挙したかったっていうところがあるのかなっていう気はするんですけど、そうですね、日本に戻された理由がちょっとあまりない気がするなというところですね。桃山と集まってなんか飲み会みたいになってたんじゃないですか。あそこで深山さんありがとうみたいな、あんたのおかげでみたいな話をしてたんですけど、どっちなんだろうっていうのがちょっと気になったかなというところでございますね。ただですよ、ただ、物作る人、音楽でもいいですよ、音楽、絵、映画、何でもいいですよ、クリエイターの皆さんはこれ見た方がいいと思いますよ。てめえらが勝手に決めてんじゃねえっていうところ、てめえらなんかの言うこと聞いてたまるか。パンクイズムですね、要はパンクイズムがもうむちゃくちゃ詰まったね映画です。はい、これはねぜひ見てほしいです。うん、面白いですから、マジで映画館見に行ってください。そしてね、これだ、パンフレットもねかなりね、濃厚な内容というかね、映画批評の方々がねちょろちょろと何名かねコラムを書いてたりして、これは面白いですから、映画評読者の方は、パンフレットもぜひ買ってみてください。そんなところでございました。皆さんの感想もよければ、コメントの方でお待ちしております。チャンネル登録、高評価もよければお願いいたします。それではまたお願いいたします。